今回は都合が良すぎて逆に心配になる定の変換公式について見ていこうと思います。まず対数の定義ですが、このようになっていて、式を使って表せばこのように書けます。 a の x 乗イコール b の両辺を n 乗するとこのように書けますから、定義に沿って書いてあげるとこのように書けます。丸一番を使って x の値を置き換えてあげるとこのように書けます。このことからログの中にある指数は前に出して掛け算になるということがわかります。この2つの式を使ってあげれば、 a の x 乗イコール b に丸一を代入するとこのように書くことができて、両辺とも定を c とする対数をとっても同じ値になることからこのように書けます。ログの中にある指数は前に出して掛け算にすることができるので、左辺のログ AB が前に出てこのようになるのがわかると思います。あとは式を整理すると、ログ AB というのはログ CA 分のログ CB という定の変換公式が出てきます。 C の値は何をとっても構わないので、いい加減な感じがして少し不安になりますが、実際に導出してみると問題ないことがわかります。時間がある人は一度導出しておくといいと思います。